Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence. 2本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博史のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、幸男山川さんより、木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも龍門だけが他の遺跡から浮いた形になっていましたがキジルセックスを教えてもらったおかげでその謎が解けました画面を見ながら説明しますまず皆さんをキジル,グル,トル・グロトーセックスへ案内しますこの詩をつけたところがキジル・グロトルズですで ここへ行ってみます。で、このキジルセックスについては実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ写真を見せていただき、まあ何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあここがキジルセックスです。まあこうしたまあ景色が広がっているわけですね。 で、こ,のまあ、こうしたその検証では、ですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、この木汁石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、進捗線といいますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 でこのように言いますと皆さんはただの偶然だというふうに思われるかもしれませんねが、まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ実はこのあたりには世界のですね石窟からのラインが集まっていますまあこの,このラインも含めてすべて、えー、なんて言いますか寸部の狂いもなく重なりますから皆さんも確かめてみてください今この米印の印 マーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが、うんから引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じあ、まあ、下走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの、線、ラインを見失うといけませんので、この、まあここへ置きましたね。 それとその下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、あの正確に撮ることができます、一応。そしてこの4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キジル、ウンモン、それからリウンモン、そしてバーミアンですね。そして写真を拾ってみました。右上がキジル、左下がですね、えー 運行ですねそして左上がリュウモンです。そして右下がバーミアンということになります。そしてこれら4箇所をですね、比べてみますと全く区別がつかないんですね。いわゆるまあコンセプトが同じと言ったらいいのか、まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からジル下がバーミアン、左上がリュウモン、そしてウンコウです。で、細かいところを見ますと、 制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、こうした、まあ、石窟ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林宏のライン理論です。 ここに生ルがあります。スペディングが分かりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつな,がりつなげておきます。で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして運行です。で、線でつないでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林宏のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あのクロスポイントには クロスポイントは基準点であるというのがまあ私のあライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。で、このクロスポイントをどん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 探して下を降りていてみますと、87.8キロ離れたところにビンゴですね。マガオ、バッコークツがありますね。トンコウバッコウクスです。今までマガオを基準点に取っていましたけども、 まあひょっとしたら今のクロスポイントがあ本当の基準、なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこの真顔へ降りてみます。今中心に持ってきました。バッ爆ク靴です。バッ爆ク靴ですね。で、やはり大変よく似た景色が広がっています。トンコーバッコ爆ク靴です。まあ、石窟ですね。 やはり同じようにセックスが作ってあるということです。まあ、バッコークスって言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコークスが加わります。で、 色をセピアにしてみますと、またまたなってますかね区別がつかなくなりますね。あるいは皆さんは区別ができますかでは、生地とマガを簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは今のところですね、生、え、地、ー、とバッグオウクスということなんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。 で、こう、細かいところを見ていきますと、特に頭の上の,この丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうか。そして上半身裸で、下にはまあちょっとフィッ変わった腰巻きを巻いています。これが神々、つまりエイリアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一つこのナスカに戻っています。ここには今言いましたバックオークスのラインがありませんね。 しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今真顔から引いてきた線ですけども、このここにこのこにのラインが真顔ラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて世界の山々のラインについて説明します。謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これはあ私が発見したクロスポイントの中で、まあ、 こ,のここには何かあるはずだということで探してこの場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部のクリもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上しているんですよ。そしてナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティピティからのラインももちろんあります。 ポポカティ・ペティのふ、ま、も、あ、とといったらいいんでしょうかね。そこにテューティ・ワカンがあります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはり、いますかね、南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。この辺りが世界の山々が集からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左下から来ます。そして、まあ、 上のプラットフォームへとつながっていきますこれがアイゲリっていうんですかね、フランスの実に奇妙な岩山ですけども、やはり先ほどの滑走路の近くって言いますか、大体この辺に集まっているんですけどもね、あのまあ、興味ある人は見てください。そしてこれがマタホルンですね。マタホルンもあのいわゆるまあ北、 なってますかね、イタリアあたりの基準点になっていますね。そして全く同じ滑走路、プラットフォームの周辺に集まっていきます。もちろん富士山もありますよ。富士山の,、まあ、あのラインは大変あの、まあ、ち短,短いというわけではありませんけれども、それほどまあ目立つラインではありません。だからここに重要なポイントがあります。今あの180度回転してしていまたけども この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆるまあ左の方を見ていただくと、この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、日本の富士山の位置が一致するということです。なあち、左のこのいわゆるまあ地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す。 地上まあこうした事実は全てあの林博士が発見したことですよ。そしてマウント・ウラウンです。生産中の生産ということになりますね。このウラウンからのラインは十数本以上あります。プラットフォームも2つあります。その中の1つはこれですけどもね、やはりマウントがありますから、マウントをつないでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。 ここの緯度計図を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのままウラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために、今日は、 このビデオを編集していました。こんなことはできるのは人間ではありませんね。まあ、まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。